着せ替え携帯とは、付属や別売りのパネルなどで外装が自由に選べる、携帯電話の総称である。着せ替え携帯の一つ、NTT ドコモ P903i。ホワイトの本体に、ブラウン純正ジャケットジャケットを装着させたものを着せ替え、携帯発売以前から、アンテナを交換したり、外装を全塗装するなどして、自分だけのカスタム携帯を作るユーザーが多くいた。しかし、 それらの改造行為は通信機の改造になり改造した携帯電話で通話するのは違法行為にあたる。キャリアでは改造しないように呼びかけ改造された携帯電話の修理を断るなどしていた。携帯電話の改造を行わなくても外観を変えることができるように携帯電話に外付けのパネルなどを付けるスタイルが誕生した。2000年12月に ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズが開発し、au から発売された C406S が日本初の規制会形態である。その後、NTT ドコモ、ソフトバンクモバイルでも発売されている。デザイン面だけでなく、電話機の損傷を防ぐ効果もある。また、標準採用されていない機種の中には、社外品を装着することができる機種もある。ムーバでは、 ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズが開発した機種に、フォーマでは P90X シリーズや N70X シリーズに採用されている。ムーバフォーマ P90X カスタムジャケットと呼ばれる。フォーマ N70X スタイルプラスと呼ばれる。フォーマ SO70XSO702I ではリアカバーも含めたデュアルスタイルパレットに対応した。スタイル。 アップパネルソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズ、着せ替えパネルや、スタイル、アップパネルと呼ばれる。パナソニックモバイルモバイルコミュニケーションズ、パネルと呼ばれる。V501T の着せ替えパーツは、着ぐるみカバーと呼ばれ、端末は通称、着ぐるみ形態と呼ばれる。V501SH の着せ替えパーツは、テクスチャーパネルと呼ばれる。815T の着せ替えパーツは、 コーディネートパネルと呼ばれる。823SH の着せ替えパーツはプレミアムテクスチャーと呼ばれる。830T、831T の着せ替えパーツはアウタージャケット、デザインインナーシート、イルミインナーシートの3層構造。エクスプレス、オンカバーの例のキアは多くの機種でエクスプレスオンという名称の交換可能な外装カバーを採用している。 日本国内でも販売された機種としては以下のものが該当する。ありがとうございます。